ブルージャイアント読み解くときの最大のポイント1個はモチベーションです。なぜかというと宮本大はモチベーションの塊だからです。一番の根幹はこれです。自己効力感です。宮本大、とんでもない自己効力感の持ち主で、ずっといろんな人たちに、俺は世界一のサックスプレーヤーになるって言うんですよ。自己効力感が高いとどうなるか。自分が設定できるゴールが高くなります。そしてそれがあるから行動、まあ我々が専門のようコミットメントって言いますけど、林足が行動です。 時間もエネルギーもどんどん使うわけですね。当然パフォーマンスは上がっていくわけです。この自己攻略感は当たり前ですけどパフォーマンスが上がれば上がります。ですんでこうやってぐるぐる回るわけですね。